こんにちは。歴ショックです。今回は、斉藤道三死後の斉藤氏のその後について紹介します。斉藤道三は、息子の義達によって命を奪われ、義達の後を継いだ斉藤辰興も、織田信長によって稲葉山城を追われ、美濃の戦国大名斉藤氏は滅亡します。一方、義達の手を逃れた道三の子、斉藤利春、利孝兄弟は、織田信長に仕え、織田家臣として各地の戦いで活躍しました。本能寺の変後も斉藤氏は続いており、やがて織田信長の孫、織田秀信に仕えて関ヶ原の戦いを戦うなど、斉藤氏は美濃でその名脈をつなぎ続けていました。今回は、斉藤道三の死後、孫の辰興の代に滅亡した大名斉藤氏のその後、織田家臣として関ヶ原の戦いに至るまで美濃で戦い続け、江戸時代以降も家名を残した子孫のその後について紹介します。義達が早くに亡くなったことで信長の餌食に。戦国大名斉藤氏の末路。美濃一国の戦国大名となった斉藤道三の子には諸説あるものの、長男の義達、次男の孫四郎、三男の喜平次、そして織田信長の正室となった貴重などの子がいました。後に織田家臣となる斉藤利春、斉藤利孝、さらには斉藤氏三代に仕え続けた重臣、永井道利も道三の子だったとする伝承もあります。道三は、長男の義達よりも、次男の孫四郎、三男の喜平次を溺愛していたと伝わり、家督こそ義達に譲ったものの、義達を拝着して、弟を後継者につける恐れもありました。そのため義達は、仮病を使い、見舞いに来た二人の弟を稲葉山城で殺し、道三に対し挙兵します。斉藤利春、利孝の兄弟は、道三の元にいて、義達の手から逃れたものの、道三は家臣からも見捨てられ、長良川の戦いで義達の大軍に敗北し、戦死しました。義達は、父を殺したことで、名実ともに美濃の主となり、道三の娘婿で、道三側として出陣していた織田信長とも断交し、敵対関係となります。斉藤氏の実権を握った義達は、京都の朝廷、室町幕府との結びつきを深めていき、幕府からは足利一門、一色氏への改正を許され、1561年には実際に改正しています。義達は、一色氏出身の時成頼の孫で、かつて美濃守護だった時頼宣の子であると自称しており、出自不明の道三の子ではなく、足利一門の名家出身であるとすることで、他国に優位に立とうとしました。1558年には、今川義元も同時期に任官していた治部の大夫に任官を果たし、この頃に上洛して、室町幕府の小藩衆となり、将軍と直に結びついています。この治部の大夫の職は、芝氏や今川氏など、清和源氏の家柄に与えられる役職で、一色氏を自称する義達の権威を補強する任官となりました。治部の大夫は、当時の織田信長の官職、上総介よりも2段階ほど上の職にあたり、織田家の家督争いに介入するなど、信長と敵対していた義達は、官位面でも信長に優位に立っていました。義達は、美濃の西にあたる近江方面にも勢力を伸ばし、浅井久政の妹を正室に迎えていたにもかかわらず、浅井氏と六角氏が対立すると、六角氏に娘を嫁がせ同盟を結び、浅井領へ侵攻しています。しかし義達は、斉藤氏の地位を飛躍的に高めている最中の1561年に、33歳の若さで急死し、あと、当時14歳だった嫡男の斉藤辰興が継ぎます。義達の死の2日後には、信長が美濃を攻撃しており、斉藤氏はこれ以降、信長の攻勢に防戦一方となっていきます。義達は、ほとんどの政務を独裁的に行っており、若い辰興に義達の役割を期待するのは難しく、合議制が敷かれたものの、なかなか機能せず、斉藤氏は指導力を失い、信長に対して後手に回っていきました。1564年には、信長が美濃に出兵しないことをいいことに士気が緩む辰興を諌めるために、竹中半兵衛が稲葉山城を占領し、辰興を城から追放する事件も起こっています。半兵衛は辰興に城を返却したものの、斉藤氏の衰退は明らかとなり、以降、信長による美濃侵攻は激しさを増していきました。辰興はこの時期、美濃から甲斐エリンジに移った海戦勝機を通じて、武田氏と同盟を結んでいましたが、
美濃中部の梶田城が信長の手に落ちたことで、武田氏との連絡路がなくなり、同盟を機能させられず、信長のさらなる侵攻を許します。1567年には、稲葉一徹、氏家牧前、安藤盛成の西美濃三人衆が信長に内通するに至り、当時二十歳だった斎藤辰興は稲葉山城を脱出し、大名としての斎藤氏は滅亡しました。辰興は、長江道俊と共に長良川を下って伊勢長島に落ち延び、信長は辰興を追って伊勢長島を攻めるも、辰興はこれを逃れ、以降、6年間にわたって美濃奪還を目指して信長と戦い続けることになります。辰興は、信長が足利義昭を奉じて上洛戦を開始すると、信長と敵対する三好三人衆に組みし、信長の上洛阻止を図るも、信長に敗れます。その後、姉川の戦いを経て、信長と三好氏が機内で争うようになると、辰興は野田福島の戦いに三好軍の一員として参陣し、信長を撤退に追い込みました。翌年には、越前の朝倉義景のもとへ身を寄せ、一向一揆と協力して、越前から美濃に攻め込もうとするも果たせず、朝倉氏の確証として信長と戦う日々を送りました。1573年に信長が大軍を率いて浅井氏攻略に動いた際も、辰興は朝倉軍の一員として浅井氏救援に駆けつけましたが、朝倉軍は初戦で信長に敗れ、越前に撤退します。さらに、退却中の朝倉軍を織田軍が利根坂で襲撃し、辰興はこの戦いで討ち死にし、26歳の生涯を閉じ、ここに斎藤氏嫡流は滅亡することとなりました。しかし、斎藤義達の粛清を逃れた弟たちが、尾張に逃れ織田氏に仕えており、彼らによって、父さんの血筋は受け継がれていくこととなります。織田家臣として各地で活躍するも、本能寺の変で散る。斎藤利治の生涯。信長の下で、斎藤義達、辰興親子に代わる斎藤氏当主とされたのが、斎藤道三の末子と伝わる斎藤利治です。利治は、斎藤道三が義達に討たれた時はまだ幼く、姉の貴重の嫁ぎ先で、道三の同盟者でもあった織田信長の元へ落ち延びていました。信長としても、利治を敵対する斎藤義達に代わる斎藤氏当主として擁立することで、美濃侵攻の大義名分を得ることとなり、利治は織田氏の武将として成長し、斎藤辰興との戦いでも活躍します。信長は美濃侵攻の足がかりとして、1565年に美濃中部の梶田城主佐藤忠義を寝返らせるも、梶田城は斎藤氏家老の長井道俊に攻められてしまいます。この時に梶田城への援軍として派遣されたのが利治で、利治は佐藤勢と協力し、佐藤忠義の嫡男が戦死するほどの激戦に勝利し、梶田城を守りきりました。信長も利治の活躍を褒めたたえ、嫡男を失った佐藤忠義の婿養子に利治を据えるように命じ、佐藤忠義は後に隠居します。こうして利治は梶田城主となり、以降、梶田城は斎藤氏の拠点となりました。その後も利治は、織田氏の武将として、伊勢北畠氏攻略、姉川の戦いなど、各地を転戦します。1573年7月に、信長が奉じていた足利義昭が、牧島城で反信長の挙兵をした際には、元斎藤家臣の安藤盛成と共に先手を務め、室町幕府を滅亡に導いています。その後の浅井朝倉氏との戦いにも出陣し、撤退する朝倉氏を追撃した利根坂の戦いでは、甥の斎藤辰興が戦死するのを織田氏の側から見届けました。やがて、信長の嫡男、織田信忠が成長すると、信忠の軍に属して戦うようになり、東美濃で同じ美濃の領主である森長吉らと共に、武田勝頼と戦っています。柴田勝家の指揮下で、上杉謙信との手取川の戦いにも参陣しましたが、利治はこの後、上杉氏との戦いで大活躍を見せることとなります。1578年4月には、信長の脅威となっていた上杉謙信が亡くなり、越後では、上杉景勝、景虎の家督争い、御盾の乱が勃発すると、信長は、上杉氏が混乱するのに乗じて、北陸進出を図りました。越前から、加賀、能登に柴田勝家が兵を進める一方、美濃、飛騨から、越中に北上して攻め入ったのが、斎藤利治を大将とした軍勢だったのです。
利治は上杉氏によって越中を追われていた神保長澄を支援して越中に入り、反上杉の黒人を味方に引き入れて進軍していきます。そしてかつて謙信から寵愛を受け、お盾の乱の最中でも越中を守っていた上杉氏重臣川田長親を月岡野の戦いで打ち破る大手柄を挙げました。摂津では荒木村重の謀反が起こったこともあり、冬も近づいていたことから、利治によるこれ以上の進軍はなく、美濃に撤退したものの、信長、信忠親子からは、越中の勢力図を塗り替えた利治の先行は絶賛されます。この頃の利治の領地は、梶田城を中心に10万石近くまで達していたとされており、織田氏の中でも一目置かれる武将となりました。その後は、織田氏の家督を継いで岐阜城主になっていた織田信忠直属となるも、戦続きで体調を崩していたようで、1582年に武田氏を滅ぼした甲州征伐には参陣していません。やがて、信忠が信長と共に上洛すると、病気の治った利治は信忠を追いかけて上洛し、信忠のそばに再び仕え、本能寺の変を迎えます。本能寺の変では、二条御所に立てこもった信忠を守って、明智光秀の軍勢と戦い、討ち死にを遂げました。利治は、二人の子を梶田城に残していましたが、利治死後、残された斎藤一族は、信長死後の織田家中の混乱に巻き込まれていくこととなるのです。本能寺の変後の混乱から城を守り抜き、一族は関ヶ原の戦いでも活躍する。斎藤利孝の生涯、斎藤氏のその後、斎藤利治の死後、梶田城主となって斎藤一族をまとめていたのが、利治と同じ工藤さんの子と伝わる、斎藤利孝です。利孝は、利治の兄とされており、斎藤義達によって、他の兄弟が殺された際には、道さんの元にいたため難を逃れ、信長を頼って尾張に落ち延びていました。信長の元では、母の身分が違ったのか、弟の利治が斎藤氏当主とされ、利治は弟に仕えることとなり、利治が各地を転戦する間、利治は主に梶田城の城代を任されていました。利治は本能寺の変の時も梶田城を守っており、信長が討たれ、美濃でも混乱が続く中、利治は岐阜城を接収し、一時的に城主の地位に返り咲いています。もっとも、利治はどの勢力に組みしていたわけでもなく、山崎の戦いで、羽柴秀吉が明智光秀を破ると、利治は秀吉に岐阜城の引き渡しを申し出て、梶田城へ戻っています。その後は、弟の後を継いで梶田城主となり、岐阜城主となった信長の三男、織田信孝に家老として仕えることとなりました。やがて、信孝が柴田勝家らと組んで秀吉と対立し始めると、信孝配下とされていた鬼武蔵こと美濃金山城主森長吉が信孝を裏切り、秀吉側につき美濃制圧を図り、近隣の城を攻撃し始めます。信孝側である利治の梶田城も長吉の標的となり、清洲会議から2ヶ月後、長吉が自身の元与力であった飛騨忠政の米田城を攻撃したことで戦いが始まりました。森勢に敗れた飛騨忠政は、利治を頼って梶田城に入り、森勢は梶田城にも攻め寄せます。しかし、利治も森勢に匹敵する軍勢を集め、最初こそは森勢の猛攻に押されるも挽回し、梶田城を守りきり、美濃が秀吉方の手に渡るのを防ぐ活躍を見せました。その後、秀吉と織田信孝の対立が激しさを増すと、利治は、遠赤の稲葉一徹の勧めもあり、信孝の元を離れ、中立勢力となるも、ほどなくして病死してしまいました。利治の死により、斎藤氏の梶田衆は分裂し、その多くは、近隣の領主であったかつての敵、森長吉などに仕え、梶田城も森家に接収されます。一方、家老であった長沼三徳らは、先代利治の遺児、斎藤義興、一郎左衛門の兄弟を保護し、梶田で密かに養育していました。やがて、1593年に、斎藤利治のかつての主君、織田信忠の子である織田秀信が岐阜城主となると、義興、一郎左衛門の兄弟は秀信に仕官します。秀信には、斎藤道三の娘の子である斎藤元忠、徳源親子なども仕えており、岐阜城主となった秀信の下で、斎藤一族は再び集まることとなりました。
斉藤義興は関ヶ原の戦いでは西軍についた織田秀信の軍の一員として弟の一郎左衛門、育ての親の長沼三徳らと共に出陣し、東軍の福島正則、池田輝政らと戦うも敗北します。長沼三徳は戦死し、義興兄弟も負傷するも、池田輝政の兄で小牧長久手の戦いで戦死した池田元助の妻が斉藤氏出身だった縁もあり、義興は戦後池田輝政に召し抱えられました。義興の子孫は岡山藩士として江戸時代以降も続き、弟の一郎左衛門も結城秀康の五男で前橋松平家の祖となる松平直元に仕え、家名を残していきました。一方、同じく織田秀信に仕えていた父さんの孫の斉藤元忠は、秀信が関ヶ原の戦い後に高野山へ送られた際も最後まで付き従い、息子の徳元は江戸で和歌の大家となり、数々の歌集を残しています。織田信長に滅ぼされ大名の地位を失った斉藤氏は、織田氏と密接に関わりながら戦国時代を生き抜き、江戸時代以降もその家名をつないでいくこととなったのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴ショックはいかがだったでしょうか。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけるとチャンネル登録画面に移ります。歴ショックでは Twitter、ウェブサイトでもたくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。